Hey! So today I'll be watching Ascendance of a Bookworm, Season 3, Episode 1. I'm really excited to see what happens this season, since this anime is one of my favorite animes. Since just like mine, I'm obsessed with books. Currently, I own over 300 books, which consist of a variety of books, light novels, and manga. Now onto the episode. マイ、そのくらいにしておきなさい。じきに奉納式だ。今は魔力を貯めておきなさい。I think she has more than enough. 新館長。冬ごもりの準備はどうな？順調に進んでます。その顔だと、まだまだのようだな。じきに雪が降る。前にも言ったように、吹雪で神殿まで来られないようでは困る。準備を急ぎなさい。はい。安心しろって。マインの冬ごもりまでには作って売るから。聖典絵本は売らないつもりだったのにな。ベンノさんのせいだよ。神殿にこもる。だったらこの本を売ればいいじゃないか。あ、Always a merchant。ねえフリーダ、見て私の本ができたの。革の表紙はひいきの工房に持ち込んで好きなように作ってもらうようにするの。That's cool. この本おいくらですの？賞金貨1枚と大銀貨8枚だ。買うか？ That sounds expensive. ええ、いただきます。今日はここ最近で一番素敵な買い物をさせていただきましたわ。マイン、次の絵本はそれぞれの季節の眷属について詳しく書かれたものがいいわ。私、大神の眷属を覚えるのが大変ですの。私は眷属の絵本を作るとフリーダに約束して商業ギルドを。That's a pretty good idea too. Make some money off that as well. 思いがけず邪魔が入ったが、ともあれ、これで本が売れるな。俺、来年成人になるんだ。だから客の中で自分の腕を認めて出資してくれるパトロンを見つけて、そのパトロンが指示したものを1年以内に作らなきゃいけないんだ。ヨハンは腕がいいからパトロンくらいすぐに見つかるんじゃないの？俺はあんまりお客さんからの受けが良くないんだ。その細かいところにこだわりすぎるから。でも私はいつも細かい仕事。 Yeah, I figured that'd be a plus. ますけど。そんなこと言ってくれる客はお嬢さんしかいない。 That's strange. そんなのはお嬢さん以外にいないんです。 I prefer detailed work. だがこいつは未成年だ。親なり保護者なりの許可と保証がないとパトロンになれん。ダメですか？ Not necessarily. 保証人がいればパトロンになれるんですね。え、お前何を企んでいる？ベンノさん、私ヨハンに作ってほしいんです。 Oh my god。 はあ、私がパトロンになるなら作ってほしいものは金属活字。高さが不揃いだと印刷した時ムラが出るから、活字の大きさと高さはきっちり揃えてほしいんです。 Oh, it's perfect for him. 50ずつ、子音は20ずつあればひとまず足りると思います。あとは細かくて量が多くてとても大変だと思うけれど、どうしますか？お願いします。俺のパトロンになってください。ベンノさん、うん、私の保証人になってください。 I knew it. 俺からもお願いします。わかった、後見人としての許可を出す。 That's so easy. よかった、話のわかるお父さんで。旦那様は独身だ。You can still have a kid, though. 親だったらこんなボケボケした危機感のない考えなしには育てん。お土産だ、マイ。また買ってきたの？わー、ダニエだ。父さん大好き。父さんもマインが大好きだ。What about her sister? Yeah, she doesn't look too happy. だし、父さんマインも甘やかしすぎじゃない？仕方ないわ。もうすぐ冬ごもりで離れ離れになるんだもの。これです。間違いない。インクだ。親方の話だと、ギルベルタ商会の子供がインクの作り方を知っているそうです。インク協会が出てきた。予想はしてたがな。面倒だぞ。どうする？インクの製法を売って、インクの生産は丸投げしちゃったらいいと思います。これ以上、ベンノさんも敵を増やしたくないでしょ？
うん。まだまだだな。ちょっとずつ上達してるじゃないですか。Oh, he's learning to make tea. 旦那様、インク協会よりお客様がお見えになりました。サインをしたぞ。ルッツ、この契約書を上へ持って行って、サインをもらってこい。マインはここにいて正解だったな。インク協会の会長がマインのこと探してた。別の製法のインクのことを言い出したのは子供だったはずだ。いるなら出せって。嫌な目をしたやつ。ギルド長なんかよりずっと嫌な感じだった。I knew they would go after Lutz. 何しやがる、話せ話せよ、この野郎。うわ、ケット元気でしょ。 How do they know if it's a boy or girl? ルッツが妙な男に絡まれた。契約が終わってから情報を探るのも、ルッツに絡むのも不自然だ。インク協会が動いていることは間違いないが、背後に何があるのか、俺にもまだわからない。安全を期するなら、マインは今から神殿にこもらせた方がいいと思う。少なくとも神殿にいれば、奴らも手出しはできない。Well, that's true. 今すぐ冬ごもりだなんて。かしこまりました。神官長にも、後ほどお話を通しておきましょう。みんなには、私から話します。マイン様、デリアには伏せておいた方がいいかと。デリアはまだ、神殿長とつながってますから。デリアの立場を考えると、この先も神殿長とのつながりを完全に断つことは難しいでしょう。ここで生きていくためだよね。はい。What is it that I'm saying? 今会いに行くから、それまでいい子にしてるんだよ、マイン。情報が集まるまで、マインを部屋から出さないように。承知しました。それと、マイン様のご家族が面会に来たいと申しております。マイン様も心細いと思うので、許可していただけると助かります。問題ない。困るのは、感情が乱れて魔力が暴走することだ。そのような状態で奉納式を迎えることは何としても避けたい。奉納式では嫌でも神殿長と顔を合わせることになるからな。はい。事情があって今日から神殿にこもることになったの。事情って何ですの？今はまだ詳しく言えないの。そういうわけだからよろしくね。私はたった一日でホームシックになった。貴族がなんだ。俺がマインを守る。ご命令とあれば従いますが、込み入ったご依頼ですな。それなりの支度が必要かと。This was a very funny and very intense first episode.I like how things seem to be progressing well for Mine with regards to her books. Since although she didn't want to at first, she's selling a lot of books and getting a lot of money. Which means that she'll be able to help her family more and reduce the stress her mother has to go through while pregnant. With Mine's huge income, her family doesn't have to worry about money so much. Her knowledge of everything book related really reminds me of Senku from the anime Dr. Stone. Since they both ended up in an unfamiliar time, lacking what was still coming back in their time, and as a result, had to make it themselves. For me,Senku's ability to know how to build many things does make sense since he's considered a genius. But as far as we know right now, Mine wasn't really considered a genius. She was just overly obsessed with books. Although since she stated that she loved all books, it is likely that she would know how to make many things. I was also surprised when Fran told Mine to not mention her reasons for staying in the shrine so early to Delia, since she apparently still had ties to the High Bishop. I thought after last season that she already cut ties with him, since he kicked her out due to not reporting everything that Mine did. Although I guess it's good to be cautious.Also kind of plot convenient that the only blacksmith who liked to be detailed happened to ask her to be his patron, since he is exactly who she needed to make metal prints. Though I was confused when Benno mentioned that she either needed her parents or a guardian's permission to be a patron, and she seemed sad about it, why couldn't she just ask her parents? I know that she now mainly lives at the church, but that doesn't mean that they're not her parents anymore. I'm curious to see what the Ink Association has planned, since to me it made no sense they signed a contract that stipulated that Mine would sell the ink to them, so that they would once again be the only ones to produce ink. It's a win-win situation.What else could they want? I'm also curious to see who that person was at the end, who was bribing a guy from the Ink Association to sneak into the church to get to Mine. So I can't wait to see what happens in next week's episode.